立てればこっちが立たず、どっちつかずの板挟み、何気に放った一言が知らず知らずに傷つけ、塗りつぶす、テレビで流れる出来事に何かがずれてる感じがする、パソコンの中ではな自分にほとほと愛想を尽かす、争いことはしないから、傷つけ合ったりしないから、人だ違う帰り道、僕の隣に君がいた、暗い夜